さんこんにちは、しおりです。皆さんはお化けを見たことがありますか？お化けは英語でゴーストです。私はお化けを一度だけ見たことがあります。皆さんはバンジージャンプをしたことがありますか？私はバンジージャンプをしたことが一度もありません。今日はたことがありますについて説明します。たことがありますは過去の経験を表すときに使う言葉です。私はグアムに一度だけ行ったことがあります。私は韓国に何度も行ったことがあります。私は相撲を一度もしたことがありません。ポイント1、たことがありますは一度、一度も、何度か、何度もと一緒に使うことが多いです。一度もを使うときには最後はありませんと答えます。私はバンジージャンプを一度もしたことがあります。バチです。私はバンジージャンプを一度もしたことがありませんです。ポイント2、私は昨日ディズニーランドに行ったことがあります。私は最近アメリカに行ったことがあります。これは×です。昨日や最近のように近い過去のことに使うことはできません。ポイント3、私は今日トイレに行ったことがあります。私は今日トイレに一度も行ったことがありません。これも×です。トイレは毎日行きます。毎日することにはたことがありますは使いません。皆さんも過去の経験やスペシャルの経験をたことがありますを使って教えてください。今日の動画はどうでしたか？明治アカデミーでは現在オンラインレッスンを行っています。詳しくはホームページを見てください。それからインスタのフォローと YouTube の登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。